明けましておめでとうございます。日南市長の高橋徹でございます。皆様方におかれましては清々しい新年をお迎えになられたことと思います。この3月にはいよいよ東九州自動車道の清武南から日南北号間が開通いたします。日南市と宮崎市が高速道路で結ばれることになり、日南新時代の幕開けとなります。さまざまな課題はありますが、市民一丸となり力を合わせてオール日南で難局を乗り越え、日南市の未来を切り開いてまいります。今年もどうぞよろしくお願いをいたします。